はい、先週に引き続き B リーグアワードショー2022-23の舞台裏からお届けいたします。舞台裏では選手のインタビューを島立山自らがしていますので、後編もぜひ楽しんでいただければと思います。それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。今大阪エベッサの竹内ジョージ選手と名古屋ダイヤモンドドルフィンズの斉藤匠選手がこちらにいらっしゃいました。まずは島田のマイクなんて知ってますかね。どう見上げてますか。もうそれだけで十分ですよ今日。ありがとうございます。まずは今シーズンお疲れ様でした。ありがとうございました。ジョージ選手はこの間ね、エベッサのスポンサーパーティーでお世話になりました。ちょっとなんかざわざわしててね、なんかわちゃわちゃしててすいません。もうなんかどういう立ち振る舞いしていいのか途中からわからなくなるという状況だったんですけど、盛り上がってましたね。いやでもなんか来ていただいたので失礼だったのかな。いやあのね、私いやそう、またわちゃわちゃしてたんだけど、団長に立って喋ってた時に、まあ、みんな聞いてるか聞いてないかわからないんだけど、ファンの中にいるジョージ選手が心配そうに私を見てたんです。で、俺どっちかというとジョージ選手を見て喋ってた。これは難儀だなと思いました。というかね、いやすみません、ありがとうございました。もう、ね、どうですか今シーズンの、まず振り返っていただいて。今シーズン、はい、僕たちのチームは怪我人がすごい多かった。すごい、すごかったですよね。なんか脳震盪が1シーズンで6人、うん、僕も含めてたので、うん、ギネスに乗るんじゃないかぐらいで多かったんで。怪我多かったですよね、マジで。もちろん脳震盪以外の怪我もありましたし、あと体調不良とか、まあ、インフルエンザとかも、もういっぺんに来た時ありましたよね。7人ぐらいでやっても勝ちましたよね。勝っ てくれましたね、はい、すごいですよね。とやるやらないぐらいの状況でさすが、ね、にしんどいなったら勝ってましたもんね、さすがに。まあでも最後須田選手とも話したんですけど、はい、まあ、なかなか厳しいシーズンだったんですけど、最後こうみんな戻ってきて、はい、チャンピオンシップに行ったじゃないですか、はい、結構自信満々な感じで行ってましたよね、はいはい、これは行くんじゃないかという、はい、アルバルクの試合もいい感じで終わってたから、はいはい、まあ、そこまた怪我もあった。そうです、アルバルク戦でまたもう一人の脳震盪になってしまって、ね、琉球戦のゲーム1でまた一人怪我になってしまって、そうですね、本当に最後の最後まで怪我になったんです。そうだね、ちょっとお話ししないといけないかもしれないね。以上行ったんですけど、うん、聞かなかったっぽいですね。ダメですか、はい、シーズン前に1回行かせてもらったんですけど。あ、行ったんだ。行った後にもまた怪我しちゃったので、本当シーズン始まる前にもう1回行けたのかとは。ちょっとね、はい、来年また頑張ってくださいね、はい、怪我ないように。そうですね、はい、ジョージ選手はどうですか。もうメンバー的にいい感じでスタートインしてやっぱりなんか今シーズンこうだんだん良くなってきた後半なんですけど、やっぱ前半がこう少しなかなかフィットするまで苦しんだ感じがあったんですけど、どうでした。はい、コーチがやっぱり変わりまして、うん、今まで従来のシステムがガラッと変わりたのがあったので、うん、そこになかなかアジャストがちょっと遅れてしまったなと、うん、今のコーチすごい僕も、ね、長い間やらせてもらってますけど、うん、その経験したことのないようなシステムを採用する方だったので、あ、そうなんだ。そこに対してやっぱりみんなアジャストする時間がかかってしまったなという印象があります、ね、なるほど。後半でも良くなってきてるん で、 そうです、ね、兆しは見えてますよね。はい、このシステムが浸透してきて、うん、やはりまあ、琉球さんであったり強いチームにしっかり勝つことができてきた。そうですよね、はい、後半全然見違えてたし、はい、やっぱりニューピー選手みたいな、ね、素晴らしいガードがいるところには、ね、ジョージ選手のような日本人ビッグマンの活躍の連動がすごく大事なところですもんね。そうですね、やはり彼を出す強みを、うん、出すからやっぱり弱みになる部分もやっぱり自分が見習っていきたいと思ってました。どうですか今この B リーグできて、今シーズンやっとこう声出し応援が始まったじゃないですか。会場の応援とか声援とかっていうのは 2,3 年ちょっと忘れてた感じあるじゃないですか。全然違います。そうですね、僕ちょうどコロナが流行ってる時期に東京から大阪に移籍したので、まだその大阪のファンの声援っていうのまだそんなに実感していなかったんですけど、ちょっとやっぱり怖い部分もあったんですよ、大阪のファン、阪神タイガースのようなちょっと
でちょっときついことみたいなのもあったんですけど、全然そんなことなくて、すごくいい意味でフレンドリーに応援してくれる方々が 多いので、うん、あそこはすごくなんかいい意味で期待を裏切られたんですよ。毎度くんもいい味出してますもんね。そうですね、マスコット、はい、一応目指してない。あの結構私好きですよ。あのマスコット評論家なんですけど、実はダークホースですよ、前田君は。気になってますよ。というか喋ってほしいなと思います。唯一喋る。喋ってみてもいいんじゃないかな、前田君だったら。なんか漫談とか前田君とかやりだしたら最高なんじゃないかなと思って。ちょっと検討していただけますかって、ジョージ選手に言うのもなんですけど。今日はどうですか。もう久々の4年ぶりのアワード舞台見ました。まだ見てないですか。すごいっすよ。あのちょっとで、ね、緊張しちゃうぐらいすごい舞台。もう僕アワード自体が初めてなので、うん、もうすでに緊張してました。いやあのね、やっぱ有観客で結構お客さんが入られるし、はい、その舞台がなんつうの、本格的、本当のなんだ。ちょっと言語力足りなすぎてるけど、すごい舞台。さっきちょっとこれで上がった時に申し訳なかったの。ジョージさん、どうも初めて。あ、ジョージさん初めて。あら、じゃあね、ちょっと緊張感あるかもしれないですけど、楽しんでいただければなと思いますんで、来シーズンもね、また頑張って、2人はリーグの中心選手でもあるんで、盛り上げていただければと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということでエンディングです。島田のマイクではリスナーの方からのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。それでは島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。